久保さん、それってネズミ講じゃないですかみたいなタイトルにしましょうか。<laughs> よくですね。いや、それってなんかその、どうなのみたいな。なんだっけな。なんかその、うん、それを教えてお金をもらって、で、その方法また教えてお金をもらうって、それなんかネズミ講みたいなんじゃないですかみたいな。僕はちょっと、みたいな。っていう捉え方の人いると思うんですね。で、多分そのネズミ講と、 うん。ネズミ校の仕組み、システムと、その教える、その、システムが一緒なのかと、多分違いますよね。単純に、このやり方を教えますよと。僕はいつも思うのが、例えばパソコンのやり方を教えますっていうパソコン教室があるじゃないですか。で、そのパソコンのやり方を教えますっていう、で、お金いただいてますよね。でもこれが、お金の稼ぎ方を教えますよってなると、 なんか違和感あるんですよね、みんな。え、パソコンの <laughs> やり方を教えますって言ったら、あ、パソコン教室か。なんの怪しさもないですよね。でもこれが、お金を稼ぐ教室をやっています。何ですか、その怪しいの。たた単純に僕は思うんですけど、お金が入るとみんなうさんくさく見えるって話ですね。単純にやってること一緒じゃないですか。ね。だそう、5万円稼ぐ方法をそこで教えている。じゃそこの授業料をいただいている。 これはネズミ講なのかと。<laughs> パソコンのできる先生がパソコンをわからない人に対して教えて授業料をいただく。サポート代をいただく。5万円の稼ぎ方をわからない人に5万円の稼ぎ方を教える。授業料をいただく。なんだサポートをする。これで何がネズミ講やねんっていうね。<laughs> こ,このモデルがなん,なんでネズミ講なのかよくわかんないですよね。でもなんかお金が入るとみんな、何ですかね。 さん臭いって聞こえるんじゃないですかね。だかじゃあ、逆に言うと、パソコン教室今出しましたけど、じゃあ、パソコン教室で教えている情報。これはインターネットに出ていませんか ?Windows ボタンを、あの、あじゃあ、そこのスタートボタンを押しましょう。スタートボタン、どこにあるのかっていう情報。ネットで検索したら無料で出てきますよ。<laughs> じゃあ、エクセルの、そこの、えっと、その、じゃあ、セル1から、セル10までちょっと、ちょ、マウスをこうしてね、こうやって、え、オートサムっていうボタンがあるんですよって、そうすると合計が出てくるんです。あ、先生、すごいみたいな。詐欺ですか言ってらっしゃい。